毎日のブラッシングでジャックの毛が部屋に舞うんですけど、一応猫アレルギーの診断を受けている黒犬パパはですね、毎日2錠ずつアレルギーの薬を飲んでいます。特にずっとくしゃみが止まらなくなるとか、たまにね5発連続5発くしゃみが出るんですけど、それはまあアレルギーかどうか分かりません。そして目が痒くなるという症状はね、薬をやめると出ることが分かっています。目が痒いっていうのが、まあアレルギーの唯一の症状だとしたら、そんなに辛いことじゃないんですよね。まあつい目をこすってしまうので、それを避けるために、まあ、コロナの時期とかもねあったんで、アレルギーの薬は飲んでますけど、いつやめるっていうタイミングがあるのかな。あ、そうか、アレルギーがなくなったらまた検査か。アレルギーの検査って5000円ぐらいかかるんですよね。ピンポイントで猫アレルギーの検査だけして1000円ってわけにいかないのかな。いかなそうだね。ということで、この状態はずっと続くかなと思っています。が平気だもんね、うん、おや、ポンちゃんも来ましたか。ポンちゃんどこで連れてくるかな。よいしょ。途中はやめてって感じだよね。ポンちゃん下降りる。はいはい、座って。猫アレルギーに関してはそう問題視していないんですが、この生活が続く方がいいよね。はい、じゃんけん。はい、うん、どうした。うん、何を言いたいのかな、ポンちゃんは。返事をすればいいの、それだけ。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんか、
お茶寝るの。ジャンク。ご確保。さあ、お休みの時間です、ジャン君。あ、落としちゃった。ポンちゃん。どうすればいい？ジャン君、ポンちゃん。変な怖い音がしていますけど。あ、間違えちゃった。お休みの時間です。音消そうとしたのか、消しちゃった。足かわいい。ポンの足かわいい。さあ、布団敷くよ。ジャン君、最近それが好きだよね。クッションの上に上半身だけ乗るやつ。この乗り方ね。そう、足かわいい。この足かわいいよ。ちょっとつま先だった。かわいい。かわいいね、ジャン君。あれ、残念でした。ジャン、ジャン君めっちゃかわいかったから、もう一回やって。ジャン君、ジャン君、ジャン君のコロリーマスめっちゃかわいいんですけど。終了。おやすみなさい。